毎日新聞ニュース。アットマーク毎日10分ニュース。中黒。11メートル。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。コロナ災いの中、八坂神社、京都市東山区の祇園祭りが行われている。祇園祭りは平安時代の貞観11、869年から続く疫病退散の祭礼であり、新型コロナウイルスが猛威を振るう今こそ、本来の意義が注目されている。2020年は担い手や見物客の密集を避けるために神輿、神輿の渡御と山鉾、山鉾巡行が見送られた。毎日 .jp毎日新聞ニュース。アットマーク毎日10分ニュース。中黒。11メートル。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。コロナ災いの中、八坂神社、京都市東山区の祇園祭りが行われている。祇園祭りは平安時代の貞観11、869年から続く疫病退散の祭礼であり、新型コロナウイルスが猛威を振るう今こそ、本来の意義が注目されている。2020年は担い手や見物客の密集を避けるために神輿、神輿の渡御と山鉾、山鉾巡行が見送られた。毎日 .jp毎日新聞ニュース。アットマーク毎日10分ニュース。中黒。11メートル。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。祇園祭りコロナ災いの今こそ本来の意義に注目厳粛な神事で、疫病退散。コロナ災いの中、八坂神社、京都市東山区の祇園祭りが行われている。祇園祭りは平安時代の貞観11、869年から続く疫病退散の祭礼であり、新型コロナウイルスが猛威を振るう今こそ、本来の意義が注目されている。2020年は担い手や見物客の密集を避けるために神輿、神輿の渡御と山鉾、山鉾巡行が見送られた。毎日 .jp